伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃあ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。おっと、久しぶりやの、キリちゃん。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。道島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。キリちゃんならわかるやろなあ。おぎハハ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 言うたやろ、キルちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジやなあ。もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。行くで、勝負や。楽しもうやないか。
勝負はついた。はるかを返せ。アホ。死ねや、キリュウ。おやじ。なんで？キリュウちゃんはな、俺の獲物や。この。こいつをやるのは。わしだけなんじゃ。マジマ。おやじ。おやじ。おい、救急車だ。早くしろや。おじさん。はるか。怖かった。怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ、キリ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ？これ、弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ。お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い。お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だか
からもう少し待ってあげてね。うん、大事なお守りだからこれ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事なはるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。うん。何者なんだ一体。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。